はい、じゃあちょっと暗くなってきたからケロシンランタンでもつけてみますか。はい、燃料入れてね。はい、あ、かたい、カチカチ。はい、オッケー。あ、はい、はい、これね、コールマンのケロシンランタン、灯油のランタンなんで、燃料はもちろん灯油ですね。ぱっと見ホワイトガソリンみたいな感じだけど、これはケロシンですね。はい、あ、これね、はちょっとこんな感じでいいか。はい、どうしようかね。あんまり出なくてもいいんだけど、まあ夜まで持たせたいので、しっかりとね、このサイズのランタンは結構ね、点灯時間長くて便利ですよね。すごい便利。はい、これね、入れたんで、こいつを蓋を閉めますね。はい、蓋閉めて、蓋閉めたら、じゃあ次はポンピング、ポンピングしましょう。はい、閉まってるの確認して、ポンピング、はい、ポンピング、ポンピング、ポンピング、メールを結構入ってるとポンピングの回数も少なくて、すます、これ入れたんでだいぶ硬くなってきたんだ、いいねっていう感じでいいんじゃないですかね。はい、どうですか。指が痛い。 OK。 はい、そうしたらケロシンランタンは、このジェネレーターをですね、余熱しないといけないですよね。余熱するのにはアルコールで余熱するのが普通なんですけど、今日はバーナー使っちゃいましょうか。はい、バーナー使っちゃいます。はい、外のバーナーすごい使いやすい。はい、これでジェネレーターをギャーボーカボー余熱してます。ちょっとマントル穴開いてる、開きますかね。マントルが軽くなるとこういう風に軽くなるんですね。もうこんくらいね、温めるとどうですか。ほら、はい、もうついた。ケロシンランタンもこうやってね、余熱しちゃうと早いんですよね。マントルに穴開いてるからいまいちちょっと良くないですかね。あー、ちょっと怪しい感じですね。どうだろう、ですか。うん、はい、つきましたね。すごい明るい。どうですか、これマックス。ケロシンランタンはあんまりこう火力調整できないんですよね。まあ多少はできるけど、できるか。どうですか、すごい明るいでしょ。はい、これコールマンのケロシンランタン、日本では未発売ですけど、輸入して個人輸入とかで買えるんですかね。こんな感じです、うん、燃料代がすごく安く済むんでおすすめです。はい、